皆さんどうもこんにちは、ぐんじです。今回はね、スプラトゥーン3のフェスが始まったということで、早速遊んでいきたいと思います。フェスとは期間限定で行われるイベント。選んだ勢力の一員として戦い、貢献度を上げチームを勝利に導こう。今回はポケモンスカーレットバイオレット発売記念として、草、火、水の3つの勢力に分かれるぞ。ちなみに私軍司は今回が初参戦なので、フェス知識はこれが精一杯だ。見てもらって分かる通り、今回は僕水タイプにね投票し参戦しております。でなんと予備赛での1位がね、僕が入っている水チームなんですよ。でね、今回がね、僕スプラトゥーン人生において初のフェス参戦になるので、結構ね気合い入れてね行きたいと思います。お待って、よく見たらポケモンが乗ってる。エンペルトとかラグラージとか、気づかなかった。やるじゃん任天堂。でね、ポイントもね、どんぐらいだっけな、オープンだけやって、まあこんなもんだね。5800誠の水派です。はい、そんなわけでね、チャレンジ行ってみる。まあ、せっかくなんでチャレンジ行ってみたいと思います。さあ相手は何タイプだ。炎、よし来た。タイプ相性抜群。これ負けるわけにはいかないでしょう。さあ塗って塗って塗りまくれ。はじめに言っておきますが、スプラトゥーンの立ち回りは一切わかりません。やめてー、やめてー、危なっ。待って、出れないんだが。逃げろ。やばい、あー飲まれた。ほら塗り残しの部分を探し塗っていく。まずい、やばい、やばいかもしれん。危ね。来るかな、来るかな、来そう、来そう、あいつ来そう。来る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 、今だ。よしよしよし、まずい、どこどこ、やべえ、やっちゃった。大丈夫、まだ15秒。やばい、やられる、アップで。北斎勝負は負けんぞ。やべえ、ドキ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 。うわ、でも、うん、いいんじゃないか。ナイス、よーし。お、バトルナンバーワンいただきました。幸先よろしい。よし、相手は炎タイプ、タイプ有利なんでね、ここは勝ちに行きたいと思います。うわ、くっそー、悔しい。お、貢献度ゼロ。まあそりゃそうだよな。いや、勝ちたい勝ちたい勝ちたい、お願いお願いお願い。やばい、草タイプだ、相性悪いな。うわ、なんて、なんかいる、なんかいる。よし、いけるいける、ナイスナイス、いいぞ。取り返した取り返した、カモだカモだ。落ちろ、よっしゃ、楽しいぞ。ここでハイドシー、ハイドシー、いた、いける。よし、まんまと引っかかりやがって俺の罠に。タイプ相性にも屈しない。大丈夫かな、もうちょっとだけ塗っときたい。あー、オッケー。いや、勝ったんじゃないか、勝ったんじゃないか。うわ、微妙、どうだ。いや、いったっしょ。ねえ、負けた、嘘。タイプ有利出たわ、草タイプ。ずるいぞ。